時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、チュードル、デカバラ、REF7934。手巻、オイスター、ノンレイト、精悍なブラックダイヤル、1960年代頃製造、素材、ステンレススチール、名門チューダー家の名を冠したブランド名とイングランドの紋章、バラをトレードマークに鮮烈なデビューを果たしたこのモデルは、高貴な佇まいと端正なフェイスから多くのアンティークファンに親しまれています。2本目は、チュードル・デカバラ REF7995-0 オイスタープリンス、ノンレイト、アイボリーダイヤル、1968年前後製造、ETA、自動巻、素材、ステンレススチール、ロレックスの創始者、ハンス・ウィルスドルフが、英国での販路拡大のために作った、もう一つのブランド、チュードル。ロレックスの効果で、質の高いパーツをそのまま流用し、高いクオリティを持たせたブランドです。3本目は、チュードル・デカバラ、REF7995-0。ヴィンテージ・オイスター・プリンス、精悍なブラックダイヤル、1960年代製造、自動巻、素材、ステンレススチール、ダイヤルトップのバラ、アワーマーカーとして配置されたアプライトのくさび型インデックス、視認性の良いドルフィンハンドなど、デカバラの魅力は、その端正なフェイスバランスにあります。4本目は、チュードル・デカバラ、REF7934。メンズ、手巻、オイスター、スタイリッシュなメタリックアイボリー、ロレックス、3連リベットブレス仕様、1964年前後製造、素材、ステンレススチール、懐かしくもあり、現在でも色褪せない、その独特のテイストが、今また人気となっている理由でもあります。遠目からでも、一目でロレックスと感じさせるフォルムです。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお届けしました。